総務部賞、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、皆さんのおかげです。はい、狙ってたんで。あ、ありがとうございます。よかったですなんかフォロワー数が結構増えてくれた。アウト。狙ってたのに外れたら本当やばかった。ね、やばかったね。よかったよかった。なんか苦労してボードとか運んで、ね、30分寝坊を待ってね。あんな山道を、ね、行く時なかった。なかったね。ジョニーさんとかちゃんみつは普段からキャンプやるから行って僕なんかあんな山道行ってないですね。まあ、楽しい撮影場でしたよ。火曜サスペンスみたいな感じ、はい、ドライブも覚えなかった。そうね、楽しかったね、はい、まあもちろんあの次はね、はい、16に残って、久しぶりのそう、はい、でプラスいい試合をしたでしょうの賞も取って、はい、TikTok 賞を今度狙い、はい、やる気出ましたね。頑張りますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、来年もよろしくお願いします。はい、お願いします。 TikTok で頑張るぞ。それでは、ありがとうございました。足引きに一郎、皆さん、この企画を声かけてくれたシェドさんで、かっこいい動画を撮ってくれたスタッフの2人、ありがとうございます。次回は次回は、ジャパン16で、座ってこの受賞、違う受賞をしたいと思っています。ありがとうございます。三宅美優選手、スターホルダー賞、うん、スターホールド賞、ホールド賞、はい、スターを守り切ったでしょう。守り切ったでしょう、おめでとうございます。ありがとうございます。ということは、まあどうなんでしょうね。どうなんでしょうね。あのすごい複雑なんですよ、ね、なんか予選を上で抜けて、星もらって星を持ったまま入れ替えに行ったでしょう。入れ替えに残ったか残ってないか、まあ、ちょっとまた別の話で守りきったでしょうみたいな、ちょっと分かんないです。今シーズンはやっぱり北海道で、ああそうですね、優勝で、はい、どうもごちそうになりまして。それは幸福で5-1に入るんですよ。そうね、多分過去最初めてじゃないですかね、今までの。自分でねネタにされてたって。はい、いやもうネタにした方がちょっとしんどくないんで、もうみんな笑っていただけるとそれでいいです。ダーツ祭り、はいはい、ワールドで準優勝、あそうですね、そこが一番応援してて熱くなりました、ね、はい、ありがとうございます。また来年もね、はい、まあ、ちょっと来年はまたあの8以内にまた戻れるように、ちょっとまた声が、ね、出なくなってきてるんですけど、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、よろしくお願いいたします。頑張ります。スター&ホールド賞ですね、嬉しいです。来年は、またトップ8に戻ってまたアワードに来れたらいいなと思っています。あとテーマをぜひお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、島内選手、年間ランキング15位、おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、初めての。いやすごい今緊張してます。はい、めちゃくちゃ緊張してます。はい、どんどん時間が経ってすごい緊張してます、ね、スピーチとか考えてます。少しは考えたんですけど、ちょっと噛まないように気をつけたいと思います。あんまね、泥酔して集体さらさないように気をつけて。それはもう絶対気をつけます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、こんにちは。すみません、初アワーでちょっと今緊張してますけど、本当にこの舞台に立てたのも、本当にスポンサーの皆様と応援していただいた皆様のおかげでこの舞台に立てたと思います。で、やっぱ一番僕を支えてくれたのはアキと思うので、本当にこれからも目に目指して頑張っていくので、一緒に頑張っていきましょう。ジャパン連覇の次の日、島の内ゆりくんでした。ありがとうございました。西谷選手、はい、年間ランキング14位で、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか。そうですね、自分の中での課題みたいなのをいろいろこう試したりチャレンジしてきて、もっと結構ひどい成績になってしまうかなと思ったんですけど、なんとか表彰式までこぎつけられたんで、まあ、この経験をですね、来季にかけて、来季はもっといい成績が出るだろうと思っています。来季頑張ります。はい、ありがとうございます。超ネクタイがいいですね。はい、もう去年もね、去年も超ネクタイ。もうちょっと頑張ったらかっこよくしよう。じゃあ来年また、はい、来年、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。急に緊張してきました。今年1年はですね、すごいきつくて、若手三重師とか山形とか、ちょっとプレッシャーになるプレイヤーがいっぱい出てきてですね、
結構押しつぶされそうだったんですけどね。ちょっと、まあ、ライバル山形がいないのもちょっと寂しいんですが、なんだかんだでこの場にいるよ。来年は、山形のキャラクターと若手三銃士に負けないように頑張っていきますので、また一年よろしくお願いいたします。ありがとうございました。小野選手、はい、年間ランキング11位、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがですか。そうですね、はい、まあ相変わらずちょっと優勝もなく準優勝1回と、まあ、3位が2回か3回だったんで、まあ入賞回数は10回なんで、まあ、半分以上は入賞してるってことを考えたら、まあ成績にはいいのかなと思うんですけど、まあ、その中で優勝に近い順位を多く残せれば、まあやっぱ自分的には一桁台じゃなかったことがめちゃくちゃ悔しいんで、あ、はい、そうです、初めてジャパンでは初めて、はい、11位という結果だったんで、まあちょっと来シーズンはシードを取った後の戦いにまた重点を置いていければいいなと思ってるんで、また引き続き来シーズンも頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。大会スポンサーの皆様、日本全国で、ジャパンを開催していただいている、企業の皆様、ジャパンアンパイアの皆様、JDU ダーツライブの皆様、そしていつも自分を支えて応援していただいているスポンサー企業ファンの皆様、1年間ありがとうございました。自分としては、今年も、昨年に続き苦しいシーズンとなってしまいまして、ランキングも11位と、過去最低のランキングではあるんですが、ダーツ自体は、いい状態を保っていると思っているので、来シーズンはランキングを一桁に戻し、年間優勝をしっかり取っていけるように、一戦一戦大切に戦っていけたらと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。山田裕貴選手、ありがとうございます。本当は年間ランキング8位でしたね、意外と。もう今日はギャングの後で違うんですよ、今日はもうちょっと本当にね、授賞式以外着ることのないスーツで来ました。作ったこの段階、いやちゃんと、いやもうね、パーフェクトで着たことあったんですよ。でも本当にね、これで、ね、結婚式でも着れない、パーティーとかでもちょっとこの主役だったらね着れると思って、まあ、今日主役っぽい感じで来ましたけども、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今年はいやもう全然でしたよ。あ、でもずっと8位か16位をひたすら取って、3位以内がね1回もないっていう、ちょっと僕のかっこいいことしたキャリアの中では初の優勝なしの年なかったんで、まあやっぱ全然結果残した感じがしないですけど、まあラッキーじゃないですか、8位。すいません、それでね、本当に、はい、そんなところにいるなんてもう贅沢でございます、はい、いややっぱもう優勝を早くしないと、もう骨折以来してないんですよやばい、もう2年ぐらいになるかもしれない、今1年半してないので勝ち方を思い出す、はい、そこをちょっと早めに取り戻したいと思います。はい、じゃあ来年もよろしくお願いします。はい、どうも、個性を履き違えている男、山田裕貴でございます。あ、緊張しますね。ちょっと待ってくださいね。飛びましたね。はい、そんな、今だ。ですね、ここにいる皆様、小野啓太、以下同文。本当に心から感謝しております。はい、これだけは、あとまだ3つ4ついうことあったのに、最後にもうこれだけ振り絞りました。あ、ちなみにすいません、ですね、いや出てこない、すいません、大きいな、いかどうぞ皆様のこの感謝に、感謝じゃない、このご協力に感謝いたします。ありがとうございました。川上真奈選手の年間ランキング7位、はい、ラッキーセブン、おめでとうございます。ドゥドゥンどうですか、何年ぶり、5年ぶりぐらい、なんか6シーズンぶりって言ってたんですけど、6シーズンぶりってどれぶりなんですかね優勝したのはね、多分2017が最後なんですよね、うん、18、19、20、21、22、23、まあ6ってことで、
どうですか。嬉しいですね、素直に。もう昨日は正直成績良くなくて、ちょっと意識してて硬くなってる部分が、まあするじゃないですか、まあそうですね、人間なんで、はい、でまああかんかったにしろあかんかったわけじゃないし、自分自身ね1年通して優勝もできましたし、まあ来季頑張ればいいかっていう気持ちに切り替えようっていう思いでしたね。なんとか、はい、アワード久しぶりに来れて嬉しいです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。はい、あのお好み焼きでそう動画撮りましょう。はい、撮ります。シェード TV 私も載せてください。来週待ってます。ありがとうございます。ステージ15の大阪大会、地元の大阪大会で久しぶりの優勝ができてすごく嬉しかったです。自分の技術面は正直言って30%ぐらいだったんですけど、あの残りの 70% が本当にその時会場にいてくれて、あの声を出して応援してくれた皆様のその応援がすごくでかくて、それでやっと 100% の優勝になったんですけど、次優勝するときは、自分の技術 100%、 皆様の応援の 100% で優勝したいと思います。また、この舞台に立てるように1年間頑張ります。ありがとうございました。有原龍太選手、はい、年間ランキング6位おめでとうございます。 ありがとうございます。はい、ですか、お店オープンしたばっかりでね、お忙しい。あ、そうですね、今日初僕がいないでお店が開いてる日です。ああ、なるほど。はい、ちょっと気になります。終わったら戻るんですか。いやいやいや、もう普通に僕はゆっくり帰ります。これからいない日も多いくらありますか。いや、もう多いですね、あんまり行きたくないです。あ、いや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 、行きたいです、はい。今年はやっぱ愛知の優勝が、はい、一番、そうですね、一番良かったのが、ね、そうですね、はい、泣いてそうですね、でみんなの前で海外で戦いますってなって、はい、そうですね、でギフタンメン食べて、ギフタンメン食べて、いい思いです。またギフタンメン、美味しいギフタンメン。あ、開幕名古屋ですか。あ、じゃあ、もう早速開幕優勝したら僕がギフタンメン。あ、じゃあ行きましょう、ギフタンメン行きましょう。ギフタンメン祝いがいいですね。でも下からなんだ、2で。そう、そうですね、2デイズ、まあでも下から頑張って、はい、前回か、最終戦は上からだったんですけど負けちゃって、うん、その前また下からやってて、勝ち上がってこれたんで、いいイメージを持ってるので、はい、そのまま開幕戦行きたいと思います。はい、でまあ来年の目標としてはやっぱり王座奪還ですかね。王座奪還もそうですね、はい、そうですね、海外が一番ですね、目標としては、はい、やっぱり、ね、日本から行きたいですね、はい、日の丸背負って、そうですね、世界で活躍したいです。はい、はい、ありがとうございます。いいえ、はい、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。昨年、年間チャンピオンに初めてなって、今年6位に転落した人の気持ちを申し上げます。2019年からずっと一戦も休むことなく参戦してたんですけども、今年他の試合に出るということで一戦だけ休んだんですね。まあ、その海外の試合に行ったんですけども、どれぐらい戦えるのかなっていうのを自信を持って戦えたんですね。でそれもこのジャパンツアーで皆さんと切磋琢磨して、その蓄えた力で海外に挑戦して、本当にジャパンツアーは世界でも有数 の、 実力のある選手がいる場所で、またそこで来年も戦えるよう一生懸命精進しますので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。かっこいい。はい、松本龍生選手、年間ランキング4位、おめでとうございます。ありがとうございます。これサングラス大丈夫ですか。取れますか。いいんじゃないですか。噛みすぎた。はい、噛み切りました。どうですか、今の気持ちは。そうですね、率直に嬉しいです。はい、もう初めてのアワードですからね。はい、そうですね、8歳からダーツ始めて、2017年から参戦して、やっと目標のこの場に立たせてもらえたので、正直めちゃくちゃ嬉しいですけど、めちゃめちゃ緊張してます。あんまり考えすぎると飛ぶから、はい、楽に楽にっていうのは、来年もここに来れるように、はい、そうですね、頑張りましょう。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。8歳からダーツをして、2017年からジャパン出始めて6年目になりますが、
初めて、この舞台に目標としていたこの舞台に立てて本当に光栄だと思います。まあ、若手三銃士とも言われてますが、まあ、また来年も一個上でも目指せるように頑張りたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ジョパンの歌の歌の歌、はい、坂口ゆけ選手、年間ランキング3位をまた3位です。3回目3回目の3位です。悔しいが強いですか？いや、そんな嬉しい、 いや嬉しいが強いかって言うと別にどっちでもないかなって感じですね。どうですか今日のアワードの気持ちですか？うん、これ正直に言っていいやつですか？はい、いいですよ。早く帰りたいです。疲れたしも早くパパと一緒に帰ります。ね、お父さんもさっきまでね一緒にコーヒーを、ね、一緒に飲んでたんで、マジして、はい、何話したんですか？まあ、娘の成長とかでは来年も誇れるように頑張って。そうですね、来年は1位を目指しました。上がってもないし下がってもないんでちょっと頑張ります。キープナイス。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。今年もありがとうございました。ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ごんばい。それでは坂口君より一言を頂戴いたします。お願いいたします。はい、また3位になりました。ジャパンの運営の皆様、アンパイアの皆様、選手の皆様、1年間大変お疲れ様でした。スポンサー様、ファンの皆様も1年間応援ありがとうございます。10月後半、11月頭にちょっと熱出してしまって一戦休んでから、なかなか上に戻れずまた3位になっちゃったっていう感じなので、来季は、体調を崩さず1年間元気に回れたらいいなと思っております。ありがとうございました。ジャパンの全体の第3位坂口ゆきゆきでした。おめでとうございました。お手間でお願いします。はい、坂井元夢選手、年間ランキング3位、はい、3位でした、はい、またありがとうございます。2年連続3位、はい、あの初年度もですね33位ということで3人呪われております。すごい、はい、3位を3分の1にしてください。はい、3分の1、もうね 3÷3 は1ですから、はい、はい、次は1位かな、来年度ですか。またね、こうやってこのすごい美味しいご飯食べれる会にですね、また行けるようにですね、あの母ちゃんと頑張ろうということで、あの家族で頑張っていきたいと思います。本当にスーパーダーツもね、頑張ってください。スーパーダーツ、あの夢だったんです。竹さんとね、始めた頃からあったでしょ。ありました、ありました。本当にもうすごいね、人たちがいっぱい出てて、自分もいいんすかみたいな、もう後藤智也大先輩のですねおかげで出れるということで、もう本当にもう胸を借りてチュリ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 っつって頑張ればいけるかなと思うんで練習します。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。美味しいご飯食べるぞ。よし、ジャパン3年目になるんですけど、1年目が33位、2年目が3位、3年目もですねこれ1位となると思いきやですね、また3位ということで、応援してくれた方々にはですね、もっと頑張れよって言われるかもしれないんですが、飛んでしまったんですが、そうですね、今年はスーパーダーツ、スーパーダーツに出れることになって、一つ夢に近づいた、挑戦権をねいただいたことなんですけども、あともう一つ、去年、まあ、お母さんを連れてきたんですけど、お母さんと今年も、アマドの美味しいご飯を食べようねと約束して叶えられて嬉しいです。ありがとうございました。ジャパンで、はい、後藤智也選手、はい、はい、年間チャンピオンおめでとうございます。ありがとうございます。はい、いかがですか今のお気持ちは？そうですね、もう自分の
キャリア人生の中で一番という、うん、最高の年に、はい、最高だと思います、うん、はい、この格好するよね、はい、いろいろ突っ込まれてるとは思う、頑張りました、かっこいいですね、ありがとうございます、作りました、作ってないです、レンタルです、レンタルすいません、気合い入ってていいですね、はい、はい、かっこいいです、これで何か作りましょうか、これねもうちょっとなんかしてくださいね、はい、2020年はまずスーパーダーツ、はい、行ってかな、そうですね、スーパーダーツが来週、はい、まあもうオフっていうオフがないんで精一杯頑張ろうと思ってます、はい、じゃあまあ来年もう年間チャンピオン2連覇、そうですね、それが一番最高の終わり方だと思うんで、ね、はい、また来年お会いしましょう、はい、精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。来年もよろしくお願いいたします。おめでとうございます。それでは、ここを来るように。まずは、大会関係者の皆様、ジャパンがあって、試合が出れて、大好きなダンスができてます。そして、ファンの皆様と、スポンサーさんの皆様、そして家族、ホームショップのみんな、誰がかけてもこの年間1位、取れなかったと思います、シーズンも、トータルしたら5勝もできて去年に引き続き飛躍できる年になりました、自分のキャリアとしてこんなに年間1位っていう、座につけることはそうないと思いますので、若手三銃士って、言ってくださる皆様がいて、本当は浅野君とモッチと本当若い世代でダーツを盛り上げて、業界に貢献していって、日本のダーツが世界に通用すると見せたいという気持ちが強いです、はい、日本を代表する選手にこれからも、はい、なれるように精一杯今後も頑張ってまいりますので、来シーズンも応援ぜひよろしくお願いします、ありがとうございます、プロフェッショナルスラージャパン2020ジャパンテレビランキング第1位後藤智也さんでした、おめでとうございました、盛大な拍手を送ってください、第1位はシェードです、おめでとうございます、それでは楽しみにしております、僕らが素晴らしい賞を5年連続でいただくことができとても光栄に思っております、選手の皆様6年目もよろしくお願いいたします、ありがとうございました、ありがとうございました、